神奈川県人権啓発センターです。エセ童話あるいはね、ブラック解放運動団体それに類するものに差別だとかそういうふうにイチャモンをつけられた場合、まあ、あるいはね、何かしら求められた場合、そういう時にどういうふうに対抗すればいいかということをね、質問されることがあるんだけども、そういう時にじゃあどう対抗するのか、その、まあ、想定問答だとか手順だとか理論とかそういうもの以前にまず大事なのは訓練なんですね。でちょっとね、これからね、よくこの音声聞いておいてください。どうで誰に言うとんじゃねえ、聞いとんじゃこれ、ブラックとか言わへんなか。さて、さっきね、ドキッとかね、ビクッとかした人いますか？そういう人は訓練が足りてないですね。でまずね、ここに今カードが出てますね。 あと概要欄とか、まあ、動画の最後でも出しとくんですけども、童話恫喝の動画があります。これショート版もあるしね、フル版もあるんで、あとダウンロードしてスマホに入れられるやつもありますので、それをですね、毎朝1回聞く、まあ、毎朝ではなくてもいいですよ。お昼休みでもいいし、夜寝る前でもいいんですけども。で、会社だったら、朝礼のついでに全員聞くっていうのが一番いいと思うんだけども、それが無理なら、法務担当とかね、そういうものに対してなんか、危機管理担当とか、そういう人だけ聞いても全然構わないんで、とにかく毎日1回これを聞いて、訓練してください。で訓練すればもうビクッとかドキッとかね、ならなくなりますから、ならなくなるまで訓練するっていうのが必要ですね。でこれはね、エセ童話への対抗だけに限らないんだけども、やっぱり理屈だけではね、なかなかそのいざという時に対応できないんです。やっぱり日頃の訓練っていうのが大事になるわけです。だからまあ理論とかそういうのより、まず訓練っていうことを頭に入れておいてください。でそれを踏まえてですね、ちょっとここで話を変えるんですけども、皆さんレターパックって使ったことありますか？郵便局とかね、ローソンとかで売ってるやつですね、青いのと赤いのとあるんですけども、中にね何か入れて、で宛名を書いてポストにゴロンってすれば、全国どこでも一律料金で速達扱いで送れるという大変便利なものですね。あれには最近ね、こうやって書いてあります。レターパックで現金送れは全て詐欺ですっていう風に書いてあるんですね。すごいですね、全て詐欺ですよ。まあこれはね、厳密には全部が詐欺とは言えないんですよね。まあそれは親戚とか友達とかにね、こっそり現金レターパックで送る人もいますから、それが全部詐欺ではないんだけども、本来ねレターパックで現金送っちゃいけないんですね。だからそういうことをね、頼んでくる人はもう全部詐欺だっていう風に考えて差し支えないっていう意味で、全部詐欺ですって書いてあるんですね。でなんでこの話をしたのかっていうと、企業に対してね、童話とか部落というものを持ち出して何かしら提案要求してくる人たちっていうのは、全部エセ童話というふうに考えていいっていうことなんですね。それはそのもう部落解放同盟でも、童話会でも、人権連でも、あるいはもう市町村でも、行政機関でも、もう警察でも何でもです。とにかく何かしらその部落とか童話ということをネタに要求してくるものは、もうエセ童話っていうふうにみなして構わないです。まあ、実際ね、エセ童話っていうのはそういうことをしてくるし、じゃあ部落とか童話とかいうことで仮にね、まあ、ある意味正当な要求をされたからって、じゃあそれに応えることで企業がね得をするっていうことはないというかね、ないというよりは、それで得するっていうのは、要はね、結局童話部落で得するっていうことだから、やっぱり倫理的にはアウトなんですよね。だから部落とか童話とかで何かしら要求をしてくる、何かしらお願いをしてくるっていうものは、全部エセ童話というふうに考えて差し支えないっていうことなんですよ。ただ注意しないといけないのは、もうこれはカルト宗教でも、まあ、他の反社会的勢力、暴力団でも、あるいはマルチ商法、悪質商法なんかでも共通するんだけども、そういう人たちはそんないきなりね、さっきの音声みたいに脅してくるっていうわけじゃなくて、やんわりと来るわけですね。で相手が従うなら最後までやんわりと対処してくるし、そしてね、言うこともね、
いいことを言ってくるわけです。で、正論を言ってくるわけです。で、それはね、まあ正論とかいいことに見えるけどおかしなことを言うっていうんじゃなくて、もう文字通りの正論、いいことを言ってくるわけです。で、よくね、こういうのに引っかかる人で、いや、あの人はね、いいことも言ってたっていうふうに言う人がいるんだけども、いやいや、それはおかしいでしょと。だってね、世の中に口を開くたんびに間違ってることで悪いことばっかり言う人なんていないわけだから、その人がいいことも言うっていうのは全く何の意味もないことなんです。それよりもその童話とか部落ということを持ち出して何かしら頼み事をしてくる、お願いをしてくるっていうこと自体がおかしなことなんですよっていうことに気をつけないといけないっていうことです。で、例えばね、最近できた埼玉県の条例なんかには、県民はその部落差別解消に協力しないといけないみたいなことが書いてあるけども、でも協力しないといけないことなんてないわけですね。あんなものはまず理念法でしかないわけだし、まあ、国民というのはね、経済活動の自由、内心の自由、そういうものがあるわけだから、何かしらその行政にその政策的な政治的なことで協力する義務なんて本来ないわけでね。だから部落だの童話だのっていうことで何かしらお願いをされて従うことで何の得にもならないし、逆にそんなことで得しちゃいけないわけです。部落とか童話ということで得をするっていうこと自体あっちゃいけないわけですね。だから部落とか童話ということを持ち出されて、それで協力することで何も得することはない、というか得をしちゃいけないっていうことがまず前提としてあるし、逆に協力しなかったからといって不利な扱いをされるっていうこともないわけです。ということで、部落とか童話とかいうことでお願いをされても、それは全く協力しなくていい、というかむしろ協力しない方がいいっていうことになるんだけども、まあそこでね、あえて反抗的な態度を取ったり、相手を論破したり、こっちがね反発したりとか、そういうことをする必要は別にないわけですよ。このやんわりとね、協力しない、で何も約束しないっていうことですね。書面でそういう約束を交わさないっていうことはもちろん、あとね、これ相手が録音してる可能性は非常に高いというふうに思ってください。だから口約束であっても、相手に約束っていうことは絶対やったらダメです。やんわりと、まあね、何かしらこう聞き流すというか、まあ、相手の言うことを聞いてるようなふりをして、まあ、最終的には何も協力しない、あるいはね、まあお願いベースでね、あくまでお願いとして聞いておくだけで、まあ実際は何もしない、そこで約束はしないっていうこと、それだけはもう鉄則として最後まで一貫させてください。で、まあ、大抵はねこういう対応でいいんだけども、でも場合によってはね、いよいよね相手が脅してくる可能性があるわけです。それこそさっきの動画みたいにね、まあ、あそこまであからさまじゃなくても、やっぱりその童話とか部落とか差別とか、そういう、ね、キーワードを持ち出して、何か強制的にやらせようっていうふうに来る場合があるわけですね。その時にやっぱりさっきの訓練が生きてくるわけです。相手がやんわりした態度であってもですね、やっぱり人によってはトラウマがあって、部落だの童話だの差別だのっていう言葉が出た時点で引いてしまうっていうことがあると思うんですね。だけど童話統括の動画、あれを毎朝毎晩毎日視聴してれば、その童話とか部落とか差別とか言われても、そのね、落ち着いて対処できるようになるわけですね。ということで、まずは訓練、心を動揺させない訓練、そしてその後にこのどう対処するかっていうこの手順と理論があるっていうことを留意してください。ということで、今日はね、エセ童話にどうやって対抗すればいいかっていう説明でした。